魔人族を根絶やしにするですって。リュドシエル、あなた正気なの？エリザベス様、これは聖戦なのですよ。口が過ぎるぞ、ネロバスタ。これはかねてよりの計画です。あなたは言ったわ、すべての種族が待ち望んだ平和がやってくると。それをメリオダスの前でよくもあんな。エリザベス様、目を覚ますのです。魔人族など虫けらの糞も同然。我らと同じ生命体と誰が認める。奴は忌むべき魔人王の後を継ぐ者。追いましょうか。いや、放っておけ。あの小娘には何もできまい。それより今は計画の遂行が最優先だろう。Bye.
して。私たちの革命はこれからよ。耐えてあげます。撃てろ。
鍛えてあげます。 この試練、どうやったら終わるんだろう。兄上。ん？ため息などついて、どうされましたか？ゲラード？本当に君なの？え？でも、どうしてグロ、じゃなくて、オイラのこと知って。妹が兄の心配をするのがそんなにおかしいですか？妹？兄上？何かいつもと様子が違うような気が。あそんな気のせいじゃないかな。ん？ゲラードがグロキシニアの妹？つまりそれってオイラとエレインみたいな。そうだ、ゲラードは初代妖精王の頃から仕えてたって話してくれたことはあったっけ。この姿、雰囲気、オイラの知る彼女とは全然違う。あの、私の顔に何かついてますか？あ、いや、何でも。あ、そうだ。はい。森の奥から、うっすらと不思議な魔力を感じるんだけど。お忘れですか、兄上。これは、兄上の留守中、ユドシエル殿が張られた結界。ああ、そうだっけ。表向きはそうなっています。ん？兄上、すみません。ん？
儀礼です。魔神族をおびき寄せるための。生き枝って、大気が震えている。怒りに満ちた魔力が近づいてくるよ。実戒たちが魔神軍を率いてきたのか。お前は誰だ？私は女神族エリザベス。これ以上進んではダメ。わざわざ死にに来たのかしら。あの魂わしが食っていい？ここ数日の間に数万以上に上る同胞たちが次々と姿を消している。そして彼らのものと思われる微弱な魔力がこの森より発信されている。それも大量にね。お嬢さん、この事実をどう捉えるか。返してもらおうか。私たちがあなたたちの仲間を捕虜にしていると、とても信じられないわ。お前が信じるかどうかなんて関係ない。こっちは仲間を連れて帰る、それだけだ。でもここはとにかく引き返して。リドシエルが何か企んでいるわ。信じられっかよ。それともそれがハッタリじゃねえ根拠があんのか。ないわ。でも信じて。私はこの戦いを早く終わらせたいの。どうした。どうやら昨日の兵を追い返したのはあの小娘のようです。あの目を見ていると戦うことが嫌になるとか。信じて欲しけりゃ同胞を解放しろ。その話が真実なら今すぐ掛け合うわ。やつが拒んだ時はどうする気だ。もし彼が拒んでも私が何とかする。いいだろう。
諦めるのはまだ早いです。殴るぞ。ふざけたら殴るぞ。どうして、どうしてあなたたち。殴るぞ。みんなのためです。さあ、うわあ、ふざけたら殴るぞ。諦めるのはまだ早いです。はあ、諦めるのはまだ早いです。巨大なアーク。アークの中で体と魔力を蝕み、生かさず殺さずの状態で捕らえられていたのか。姉貴！リュドシエルの野郎！彼らは十分に役目を果たした。ご褒美だ。楽にしてやる。
って。ふーん、オッケー。ふざけたら殴るぞ。ふーん、オッケー。いい顔してる。オッケー。いい顔してる。楽しいな。ふざけたら殴るぞ。楽しいな。いい顔してる。君が死ぬまで僕を存分に楽しませて。ふざけたら殴るぞ。オッケー。君たち、よくもエリザベス様に無礼を働いたな。怒られるのは僕らなんだぞ。これで処刑確定って、どのみち魔人族は処刑ですけど。あいつらは四倍天使が2匹。少しは遊びそうじゃない。
ところで実戒が罠にかかるかどうか、賭けは私の勝ちですね。ちっち、それは無効だね。僕は実戒が全員揃うかどうかに賭けたんだ。女神族の冗談って笑っちゃうくらい笑えないわよね。じゃあサリエル、次は実戒を仕留める時間をかけませんか。そうだな、僕は5分だ。タルミエル、君は？私は10秒。全員退避！オメガアーク。すまないね。お前たちの仇は必ず取る。魂ども、裁きの光に滅せよ。はい、5秒、私の勝ち。残念、まだ2匹残ってるよ。ちょっといきなり何よ。残念、5匹だよ。ん？お？学園長。かしら。何かしら。
ケー楽しいなイーカンスケルの勝ち。サリエル？何かしら？まるでハエが止まりそうな拳じゃないの？あんた。なんだ？続きを言ってみろ！何かしら？いい顔してる！
ケまだやってるつもりですか？あっさり！すまんな、デリー！お前さんの獲物を横取りしてしまあなたたちの今の表情、最高！なるほど、面白いね君。攻撃を確実に回避したつもりだったんだが。いい感してる。君が死ぬまで僕を存分に楽しませて。モンスピリット様、ここは私が。言ったよね、5分で済ませるって。Thank you.
ルドシエル様、ご分を。一つ言い忘れていた。はい。ルドシエル様、まだ何か？念のため今のうちに援軍を呼び待機させておいてくれ。は、はい。我らとはいえ実戒を相手に戦うのはいささか骨が折れよ。直ちに門を開き援軍を要請します。では共に天界の門に向かおう、ネロバスタ。はい、リュドシエル様。ユドシエル様は知力、魔力、カリスマ、すべてを兼ね備える最高の四大天使。この地を手中にするのは時間の問題。聖戦の勝利のために家族も友も捨て去ったユドシエル様の覚悟を無駄にしてはならない。ただ一つの目的のためにすべてを捨て去った男か。俺もそんな男を知っている。聖戦に勝利した暁にはこの門が同胞たちを迎え入れる。実戒なんぞ所詮は醜い獣。そしてリュドシエル様は最高の狩人。獣を追い込み確実に仕留める。頭の悪い子ね。それは追い詰められた獣がただの獣だった場合よ。はじめまして。さようなら。どうやらここまでだね。ああ、これしか方法はねえしな。モンスピート様、デリエリ様、何を。フラウドリン、わしらは撤退の準備じゃ。我が六つの神の像を荷へと捧げ契約する。解放せよ我が魂に内在せし本性を。
それは私たち実界の中でも限られた者にしか許されない禁忌の術。術者は元の姿と理性を失うことを対象に最悪の存在と化す。その名はインデュラ。それがどうした？汚らわしい獣風情が。お二人は四大天使ユドシエン、大した玉じゃ。が、これでしまいじゃろう。